オーギュスタン・デュメイは、フランスのバイオリン奏者、指揮者。じっくりと音楽に取り組む姿勢を見せ、活動は、比較的地味だが、支持したアルテュール・グリミオを受け継ぐフランコベルギー派の、正当な後継者らしく、気品あるエレガントな演奏で高く評価されている。1949年、パリ生まれ、3歳でバイオリンを始める。両親に連れられて、 聞きに行ったあなたを見る視点の演奏会がきっかけだったという。10歳でパリ音楽院に入学。13歳で卒業するという振動ぶりを発揮した。14歳でモントルー音楽祭でリサイタルを開く。このリサイタルをシェリングとシゲティが聞いて高く評価する。その後シェリングに推薦され南米ツアーに行く。シェリングは自分が大役を依頼されたが都合がつかず。 デュメーを推薦したという。帰国後、デュメーは、ミルシテーンへの指示を許され、さらにアルテュール・グルミオの下で4年間指示する。グルミオにはバイオリンばかりでなく、芸術一般についても多くのものを学んだという。デュメーによると、14歳で、ソリストとして評価されながら、ミルシテーン、グルミオのもで学んだことにより、一つの作品にじっくりと取り組む姿勢を叩き込まれ、それが、 自分の大きな財産になっているという。以後は、コンクールを経ずに評価を高めていった、ケウな演奏家である。ヘルベルト・フォン・カラヤンには絶賛され、1979年に、カラヤンが、パリで開いた、特別祝賀コンサートに招かれ共演している。ピアニストのマリア・ジョアン・ピレシュには90年代の初頭に、初めて出会い、試しに弾いた、ベートーベンのソナタで、音楽に対する、 方向性が全く同じであることに感激し、その後共演を重ねている。フランクのソナタ、ブラームスのソナタ、モーツァルトのソナタなどの録音を残し、シャープで知的なピレッシュのピアノとエレガントなデュメイのバイオリンによる絶妙の共演は評価が高い。2003年からベルギーのワロニー王立室内、管弦楽団主席指揮者。2008年9月から 関西フィルハーモニー管弦楽団の主席客演指揮者2011年から音楽監督モーツァルトやベートーベン、シューベルトなどの古典作品を時に独創バイオリンを兼ねて指揮する。ありがとうございます。